どうも皆さんこんにちは、アイスタンチャンネルのたくみです。今回はオーキーさんより商品を提供していただいたので、そちらのご紹介です。今回紹介するのはこちらでございます。 LT-T6 LED ムードライトでございますね。はい、最近ちょっとライト系多いかなと個人的に思っています。はい、でこちらね、 LED のムードライトということで、まあ、お部屋に置いとくね、まあ、メインの照明ではないんですけど、まあ、間接照明的な役割を持つね、まあ、ルームライトとか言われたりするものをですね、まあ、寝る前使ったりとか、まあ、そういう感じのちょっとゆったりとしたお時間をね、過ごすためのムードライトでございますと。まずね、こちらデザインなんですけど、こんな感じ。円柱状のデザインですね。うん。でももうちょっと詳しく見ていきますか。まずここ。ここね、アルミ合金製の、フレーム部分ですね。うん、とてもおしゃれ。おしゃれだし、すごくね、綺麗ですね。はい、こんな感じで。いい感じですね。で、ここにオーキーとロゴがありまして、ここに LED ランプがありますと。まあ、これで、ここはね、スタンバイ時とかそういう感じで、状況をね、表示してくれるといった感じでございますね。はい、こんな感じで。で、ここ電源接続部。で、こちらにゴムがここにありまして、底面には認証類が書かれております。そしてここ、ランプシェード部ですね。取り外しとは不可能ですね。アクリル製かなと思います。うん、まあ、別にガラス製ではないのでね、特に危ない思いはしないかなと思うんですけど、まあ、落としたらね、割れそうなので、そこら辺はご注意ください。だからあまり高いところに置かない方がいいかなと思います。ではね、こちらね、AC アダプターで電源接続するタイプなんですね。はい、こんな感じの AC アダプターですね。はい、こんな感じ。では早速こちらね、電源接続してここ試していこうかなと思います。ではこちらを電源に接続していこうかなと思います。カシャッと、はい、つきました。よいしょ。はい、こちらのね、インジケーターランプなんですけど、電源に接続すると青色に光りますね。はい、こんな感じですね。で、まずこちらのムードライトなんですけど、操作方法はこのアルミ合金製のこのシルバーのね、フレームの部分、ここをタッチしていただくことで操作することができます。では早速操作していこうかなと思います。では行きます。まず軌道1ですね。はい、これが軌道1ですね。うん、ほのかに光ってくれる感じでいいですね。寝る前の読書するときとか、本当に寝る前使うようなライトですね、これはね。うん、寝る前ちょっと軽く本読んだりとか、まあ、本当に眠くなりたいなとか、まあ、そういうときに使うようなライト、とても落ち着きますね。うん、だから本当寝る前なんか飲み物飲むとか、そういうときに本当に使える、もう部屋の電気を消してね、本当にこれだけ、これが最後にね、までつけとくライトだよみたいな、そんな感じで、本当に寝る前つけとくようなライトですね。でもまあ明るいっちゃ明るいですね。ある程度文字も読めるような感じの明るさとなっております。では軌道2。はい、これは結構明るいですね。まあ軽くご飯食べられるかなぐらいの明るさがありますね。本当にこれはまあね、ルームライトというだけでもありまして、部屋もね、結構照らされますね。だから部屋の中央抜くと結構上がるんじゃないかなと思います。うん、でもまあこれで生活できないこともないなっていうくらい明るいですね。意外と明るい。うん、結構これちっちゃいんでね、うん、ちっちゃい割には結構光ってくれますね。はい、で次、輝度マックス、輝度3。もうこれね、白飛びしてますけど、結構これは明るいですね。ずっと見てない方がいい感じの結構明るい感じ。うん、まあ、これはね、普通にもう携帯ではいじれちゃいますね。うん、これは明るい。普通に白熱電球でね、部屋のライト使ってるぐらい明るいんで、これはいいかもしれませんね。だから輝度1はともかく、輝度2とか輝度3はこんな感じで結構パワーのある明るさなので、間接照明とかね、例えばテレビの後ろに忍ばせとくとか、そういった感じでもこの明るさならちゃんとしっかり間接照明として機能するんじゃないかなと思います。だからまあそうですね、直接使わなくてもこんな間接的にね、光も出せるほどパワーもあります。はい、よいしょ。電源ライトつけるとこんな感じ、部屋のライト真っ白ですね。よいしょ、もう一回押すと電源切りです。でこちらムードライトということもありまして、様々な色が交互に点灯するムードライト機能がございます。では早速そちらも見ていきましょう。いきます。まず長押しってからね、長く触れます、センサー部に。はい、こんな感じでいきなり真っ赤になってしまって申し訳ございません。はい、赤色から始まってちょっと黄色っぽく、オレンジっぽくなったら緑色になってといった感じでございます。この付けの反射でわかりますかね。これをもうちょっと上にやっていくとわかるかな。ほら、水色になったり、しばらく待つとこんな感じで青っぽくなったり、まあ大体普通なら紫になるのかな。次
どうでしょう。はい、こんな感じで紫っぽくなっていたり、はい、ちょっとまあそういった感じの雰囲気がございますね。はい、まあムードライトということでね、まさにムード、うん、だからまあ寝る前見るような色ではありませんね。これかなりね、これ今真っ白っぽく見えますけど、かなりこれね鮮やかな LED が、使われてるのかなと。結構鮮やか、うん、ビビッドな色合いでね、まあムードライトとしてはいいかなと思います。まあ個人的にはね、あんまりこういうムードライトを部屋ではそんな使わないので、まあ本当に白熱電気のね、先ほどの、ルームライトとしての機能だけ欲しいってことにはね、あんま使わないかなと思いますけど、まあたまにね気分が変わった時とかはこんな感じでね、ちょっと、いろんな色もありますけど、真っ赤とかもね、何に使うんだかよくわかりませんけど、こんな感じでいろんな色がございます。でですね、こちらムードライトモードと個人的に呼んでるんですけど、このムードライトモード中にですね、タッチ していただきますと、この色で保持します、色を、うん、だから今緑で止めてるのでずっとこれ緑のままですね、はい、でもう一回タッチすると進みます。こんな感じでほら虹色っぽくなったでしょ。まあ、こんな感じでですね、ムードライトにも何色かありますよね。中間色とかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういったね、どの時でもタッチすればその状態を保持することができますね。はい。で、もちろん長押ししますと、電源オフになりますと。はい、ポチッと。いかがだったでしょうか？こちらのライト。結構いいですね。まあ、自分的には先ほど言った通り、ムードライト機能はあまり使いませんので、こんな感じでね、白熱電球のね、LED のルームライトモード、そちらをねメインに使っていければいいかなと思います。はい、まあ、おさらいなんですけど、まずこちらアルミ合金製のねこの本体とても綺麗ですね。そしてこのシェード部分もね、特に加工がね雑というわけではありません。うん、しかもねこれガラスっぽく見えますけどガラスではありませんので、あ、比較的安心かなと。でも割れやすいので、高い位置とかに置くとあんま良くないかな。まあ、別にそんな簡単には割れないと思いますけど、もしもの時は怖いのでなるべく低めのところに置いていただくといいかなと思います。あとタッチ式で簡単ですし、なんといってもね、もう一度見せますけどこれね、うん、この感じがいい、うん、寝る前これ使ってみると結構おしゃれかな、うん、色もいい感じですね。見た目もおしゃれだしね、いいかな。黄色とかもどんどんこう、ね、明るくなっていって、寝る前以外にも使えそうなライトですので、結構汎用性というか使える場所はね使い道はいいのかなといった感じでございます。というわけで今回はオーティーさんより提供していただいた LT-T6LED ルームライトムードライトのご紹介でした。アルミ合金製でね、デザインもとてもシンプルでいいですし、なんといってもねタッチ式、そしてね白熱点灯のねほのかな光のモードもありますし、とても鮮やかな LED のねビビッドな、とても鮮やかな LED の、まあ、ムードライトという感じで、いろいろな雰囲気を楽しむことができます。こちら2年保証付きでございます。メーカーの2年保証付きで、こちら amazon.co.jp で現在2699円となっております。ぜひ気になった方はこちらの動画の概要欄にこの商品の amazon のリンクを貼っておくので、ぜひご覧ください。というわけで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、コメント評価、そしてアイスターンチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで今回は以上となります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。